あのニャンザシューミゴーリー群にある石造りの遺跡群を示すケニアのビクトリア湖地域周辺に建設された521の石造りの建造物を含む138箇所の中で最大のものである。これらの遺跡は高度に密集化している。ティムリカオヒンガの主な囲いには厚さ1から3メートル、高さ1から4.2メートルの壁がある。構造物は モルタルなしで所定の位置に設置された無処理のブロック、岩、石などから構築されている。密集した石が絡み合っており、この遺跡は550年以上前のものと考えられている。東アフリカの英国歴史考古学研究所の元所長であるネビル・チッティックは1960年代にこの遺跡を記録した。ケニア国立博物館の研究者は1980年に この遺跡で作業を開始した。この地域の北東にある谷にちなんで、リアレ渓谷と呼ばれていたティムリカオヒンガは、1981年に新しい名前で、ケニア国定公園として広告される。リアレ渓谷がこの遺跡の正確な場所を説明していなかったため、名前が変更された。この地域は、ルオ族によって占有されている。ルオ語では、 ティムリカは、恐ろしい鬱蒼とした森を意味し、オヒンガは、大きな要塞を意味している。ティムリカオヒンガは、濁り群キスムの南1 8 1トル、マカルダー鉱山近くの濁り町の北西4 6トルの、なだらかな丘の上にある。それに似ている他の137箇所は、カルング、カデムカニアムカゴ、クワッシ、カクシンギリコミサキ、カニドト、 カニャムワの地域に集中している。ティムリカオヒンガと関連する構造の規模は、労働力と資源を動員できる、組織化されたコミュニティを示している。地元の環境から容易に入手できる岩石は、囲いを構築するための材料として使用される。両の高等伝承によると、囲いは、野生動物、牛泥棒、その他の敵対的な集団から保護するために建てられた。これらの伝統は、 ティムリカオ・ヒンガが当時の住民によって建設され、カデム・カニャムは地域の部外者や現在のタンザニアの近隣の民族グループからの保護として機能していることを意味している。防御的な取であることに加えて、ティムリカオ・ヒンガは経済的、宗教的、社会的拠点でもあった。この遺跡の正確な年代測定は決定的ではない。 石器時代後期型のクアッツフレークが遺跡で発見されており、それ以前のものと推定されている。ティムリカオヒンガと他の石壁の集落の起源と建設者に関してはいくつかの議論がある。しかし、現在のすべての歴史的、言語的、遺伝的証拠が植民地時代以前と植民地時代に高度な人口移動と混合が起こったことを示していることを考えると、 この遺跡の建設者の民族的、または言語的アイデンティティへの単純な推論はせいぜい、希薄である。考古学的及び歴史的研究は、元の建設者とその後の住民は、牛が経済において、重要な役割を果たした牧歌的な伝統を維持していると結論づけている。これらの研究は、また、社会政治的組織もて無理かお品がや、 その他の周辺の要塞構造の確立に重要な役割を果たしたと結論付けている。高等伝達での歴史は、初期の住民がないロート語を話すグループの移住前は、バン・トゥー・ゴを話す人々であったことを示唆している。いくつかの情報源は、グシー、クリア、ルヒアが、ティムリカ・オヒンが地域に居住していたことを示唆している。ウガンダ、ルワンダ、スーダン、 ブルンジからの移民もこの地域を通り抜けたと考えられており、そのうちの何人かは南に向かってタンザニアに行ったとされる。一石の考古学的及び民族史的分析は空間構成が伝統的なルオ族の家屋のレイアウトに最もよく似ていることを示している。例えば、ルオ族の家屋は円形で中央の家畜の囲いに隣接する集会所がある。これは ティムリカを品画で観察できる形式である。この遺跡で回収された陶器は、バントゥーゴア社ではなく、西ナイルゴワ社に一般的に見られる特定の装飾形式も示している。これらの調査結果は、これらの建造物の住民が、ルオ族コミュニティのメンバーとして特定されている、この地域の現在の住民の祖先にも貢献したことを示唆している。まだ不明な理由であるが、 ティムリカオヒンガは元の建築者によって放棄されている。時が経つにつれて他のコミュニティは15世紀から19世紀の間にこの地域に移動し複合施設内に住んでいた人々は構造を修復及び変更することによってそれらを維持した。再占量と修理は構造物の保存を妨げなかった。植民地政権がこの地域に平和と秩序を確立したため、 この遺跡は20世紀前半を最後に空になった。囲いの中に住む家族は柵の材料として石の代わりにユーフォルビアを使用して個々の家屋に引っ越した。地域社会が共同生活の場からより個人主義的な環境に移行するにつれて考え方の変化が起こった。ティムリカオヒンガの建築様式はサイズは小さいもののジンバブレの南2900マイル。 3 6 0 0トルのグレートジンバブエの建築様式を反映している。二つの顕著な違いの一つは、グレートジンバブエとは異なり、ティムリカオヒンガは、地元の玄武岩から作られた形のないランダムな緩い石を使用して構築された。どちらの遺跡でも、モルタルと装飾は使用されていなかったため、安定性を確保するために、最新の注意と技術が必要であった。 ティムリカオヒンガの壁は自立型で厚さ1メートルで土台は掘られておらず、それらは高さ0.5メートルから4.2メートルの範囲であった。乱型の壁は安定性を高めるために断続的なバットレスを使用して湾曲したジグザグの方法で互いに交差している。ニャンザ北部で見られる同様の囲いには岩の柱や石の裏地などの他の特徴がある。門には 石のまぐさと刻印がある。ティムリカオ・ヒンガは防御的なサバンナ建築の例であり、最終的には東アフリカと南部アフリカの様々な地域で伝統的なスタイルになった。ティムリカオ・ヒンガは他の石造りの過去域と合わせてビクトリア湖地域に広がった集中管理システムと共同ライフスタイルを備えた社会の印象を作り出している。 この石壁の建築のその後の形態は、ケニア西部と南西部のいくつかの伝統的な家屋で見ることができる。入り口のすぐ後ろには、隆起した岩でできた暴楼がある。ティムリカオヒンガのメインモニュメントへの入り口は3つあり、1つは西向き、2つは東向きである。構造物は、廊下、いくつかの小さな囲い、くぼみに分割されている。 囲いの中の家が建てられた場所には、円形のくぼみと隆起したプラットフォームがある。主要な記念碑には、6つの家の穴と5つの囲いがある。ティムリカオヒンガの主要な囲いの北東側には、地元では、アジュアとして知られている、マンカラのようなボードゲームが、岩の表面に湾曲している、レクリエーションゲーム区域がある。穀物用の問いも敷地内にある牛、羊、ヤギ、鳥、 ホロホロ町用の庭用溶壁付きの家畜用囲いも建設された。敷地内の動物の残骸には牛、オビカプリド、鶏肉、魚、ハーテビースト、デュイカー、ウサギなどの家畜と野生種が含まれている。入り口は意図的に小さな通路として建設されたため、潜在的な侵入者は入り口近くの監視塔に配置された警備員によって迅速に鎮圧された。 暴露からは複合施設全体と周辺地域の素晴らしい景色を眺めることができる。囲いには家、ダイニングエリア、動物の囲い、国葬を含む小さな側面の鳥でもある。ティムリカオヒンガには鉄の鍛冶屋がいた。主要な囲いの隣の部分的に壁に囲まれた区域で鉄スラグ、ハ口チ、鉄の物体が見つかった。現場で輸入されたガラスビーズは ティムリカオ・ヒンガが長距離貿易のネットワークの一部であったことを示している。ケニア野生生物局及びケニア国立博物館は保全遺跡としてティムリカオ・ヒンガを指定している。ホロホロ町、様々な種類の猿、鳥、カモシカなどの野生動物が敷地周辺の森林に生息している。ケニア国立博物館は政府を代表してユネスコに ティムリカオヒンガの文化的景観を世界遺産に登録するよう要請した。この遺跡は2018年に世界遺産に登録された。ありがとうございます。